いらっしゃいませ。全軍で解放者を到着しています。解放者はバラ色の髪の女性です。またお越し。ください。いらっしゃいませ。お近くの隊員までお知らせください。地上外にある工業地帯を経由して貨物船に侵入します。感激ツアーの集合時間は18時です。工業地帯のゲート前に時間厳守で向かいましょう。恒例の夜のお祭り。おや、まさか。ああ、やられたよ。子供だったが手慣れた様子だった。やはりあの子はまだ盗みを続けていましたか。あの子ピケットはかわいそうな子供なんです。弁償はいたしますので見逃してやってはくれませんか。あのスリを知っているのか。はい、あの子はみなしごなんです。どんな事情があろうが盗みは犯罪だ。お分かりになりませんか。親を亡くした子がどれほど心細いものか。知っている。親のない子を憐れむ他人の同情もな。もしやあなたもご両親。踏み込むな。どうかどうか力を貸してください。あなたならあの子と気持ちが通じ合うかもしれません。この手紙をあの子に渡してくれませんか。あの子の父親から預かった形見なんです。どうして自分で渡さない。ピケットの父親とあんたはどういう関係だ。魔物を仕留めるハンター仲間でしたが、あの子の父親は私のせいで亡くなったんです。ですからあの子は受け取ってくれませんでした。ピケットに父親の手紙を渡してやってください。あの子が立ち直るきっかけになると思うんです。誰が引き下がるものか。ここで攻める。変化して仕掛ける。流れを変える。思い残すことはあるか。魔物から回収したカバンに楽譜が入ってましたが、独特な譜面でほぼ暗号です。サインもなくて持ち主を調べようがありませんね。なんだおめえ。
あれ持ってるか？チケットだ。文句はないだろ。終わりよ。おめえは字が読めないのか？集合時間は18時だ。ここで待たせてもらおうか。いい度胸じゃないの。工業地帯に通じるゲートは18時に開きます。その時を逃せば翌日まで閉ざされてしまいます。感激ツアーの集合時間には注意してください。あの花火が忘れられないから10年ぶりに見に来たんだけど、警備ロボットに見つかりそうになって引き返してきたの。寿命が縮む思いだったわ。一生に一度の思い出にしようって勇気を出してこの先に進んだけどさ、一生が終わっちまうところだったよ。はあ、危ない危ない。どうなったの？いらっしゃいませ。潜入大作戦へようこそ。ほら、チケットだ。毎度あり。取っていいぞ。お客さん、このツアーのルール説明だ。この先何が起きても故障なし、帰ってこれなくても恨みっこなしだ。以上。ほいやな。新宅のエリアから宮殿に物資が運び込まれるのは1日1回。その時間に間に合わなければ、この工業地帯の中枢には神が作った機械があります。ファルス。古き呪いを断つ。ヤッハッヤッヤッヤッ。古き呪いを断つ。このまま一気に。この世界で唯一稼働している神の機械です。接触できるか？無理でしょうね。ファルシの施設は宮殿よりも厳重に守られてます。さまざまな物資を生産できるあのファルシは人類を支える要ですから。へっ。出会ったのが運の尽きだ。死にゆく者へ祈ろう。
信託のエリアに潜入するためには工業地帯を抜けて貨物船のレールに上がらなければなりません。嘘みたいな夜景ですね。世界中エネルギー不足でユスナーンも例外ではないのに。虚栄だな。きらめきの都であり続けるために無理をしているのだろう。ファルシファ、食料そのセキュリティレベル、貨物船のレールに出られる場所を探してください。セキュリティレベル、そこがこの潜入大作戦のゴールです。ファルシが生産した物資はまずこの施設に集積されます。ここで仕分けを済ませればユスナーン市内やルクセル。やっ！やっ！やっ！食料や資源を生産できるファルシはこのユスナーンにしか現存しない。大使のスノーがその気になれば物資を独占する支配者になれるわけだ。そういうことをし、今のユスナーンは平等とは程遠い状態だ。一体何がスノーを変えたのだろうな。散り果てろ。変化して仕掛ける。しんどかったけどなんとかここまでたどり着いたぜ。あとはこの先のレールを進んでいけばいよいよ最高のシーンがお待ちかねかな。あれはさっさと来い。なんか買ってく？またおいでよ。生まれた場所に戻れ。この降下帯に行けば信託のエリアです。ライトさん、市街地に視界発生。この
このまま行けば巻き込まれる可能性があります。それでも進むだけだろ。世界の終わりの歌に生まれた場所に戻れ。ありうるな。今の花火は公演実施の合図です。どこかから貨物船のレールの上に出られるはずです。新宅のエリアに潜入するために先へ。遊んでていいの？見えたでしょ？街が視界で覆われちゃうよ。ルミナ、宴の余興みたいに湧いて街を蝕む大きな視界、ユスナーンの名物ね。ほら見てよ、視界がみんな飲み込んじゃう。解放者様が何とかしなきゃ。宮殿にこもって何にもしない大衆の代わりにね。スノーは何をしてる？何にも。街はほったらかし、部屋から出るのも億劫みたい。世界の終わりをぼんやり待ってる生きる屍ってところね。ねえ、分かってる？スノーがああなっちゃったのは死んだ恋人のせいなんだよ。セラのせいだと？そうそう、ライトニングの妹。スノーはね、セラに囚われてるんだよ。何百年も前に死んだセラのことを思って思って思い続けたから、心が疲れてすり減って全部虚しくなってしまった。お姉ちゃん、もうスノーを解放してあげたら？鬱陶しい死人の思い出から解放してあげなよ。だってスノーを救えるのは全ての終わりだけなんだから。再生を導こう。顔を失った死にゆく者へ祈ろう。
大丈夫、私は無事だ。倉庫街に落ちた。どこへ向かえばいい？おそらく新宅のエリアの近辺でしょうね。早く倉庫街を抜け出してください。何かあったのか？ユスダン全体でカオスの反動が増えてます。何が起こるか分かりません。宮殿に急いでください。